はい、はやぶさカップ、全国大会、宇和島ですね、日暮里の方、行ってきました。3日間すごく楽しくて、いい経験をさせてもらいました。はい、もう素晴らしい大会ですね。盛大に賞品もええし、表彰式のステージも素晴らしいし、いいですね。来年はぜひとも選手で出たいですね。オープンから予選通っていきますんで楽しみですね。はあ、帰りは、一泊松山に泊まって、ちょっとゆっくりして、今昼過ぎぐらいに、関西の方帰ってきたんですけれども、はい、第3組の浜風の方に乗りまして、今日審判をさせていただきました。まあ、朝から沖磯に出る予定でルール説明をしたのに急遽ワンライということで、場合と水は同じなんで、どこ行っても、やっぱり勝ってる人が本当に上手な水をしようかなというような3組の釣りを見たような感想でした。まずリーグ戦の第1組なんですけど、村岡俊彦選手がこの中で唯一3連勝で勝ち上がっています。劇的やったのは、新川選手とやった2試合目、8匹対3匹でバキトンですね、息数は完全に、
ただね、8匹の新川選手の魚は小さくて、村岡選手の3匹っていうのはまあまあの魚です。これ分からんなと思ってたのね。計量したらなんと、新川選手は 800g、村岡選手は 805g。これは意図したものでも何も、賄賂をいただいたわけでも何もなく、もうバラバラに測った結果なんでね、別に誰と誰が大変でしたとか分からないんですよ、計量の時点では。結果としてこういう話になって、別に持ってもらわなくてもいいのに持ってるなと思いました。1試合目と3試合目は見させてもらったんですけど、3試合目ですかね、国見選手と、羽賀選手がやってて、佐々木選手と石井選手がやってました。毒も味だらけで、なかなか釣れない状況だったのか、石井選手が1匹釣ってて、佐々木選手だけ2勝してたんですよ。これで前半までずっと見てたら、マジに悩まされて、みんな釣れないんですよ、一匹も。それでこのまま終わったら、佐々木選手が2勝で、2勝同士で並んで、直接石井選手が上がるなと思ってたんですよ。それでこのあと、県庁行くときにずっと見に行ったら、案の定、石井選手が1匹釣ったままで、1-0 で佐々木選手が負けてきました。これも決まったなと思って。国見選手と見に行ったら、なんと国見選手が1匹釣ってたんですよ。で3人が2勝で並んで、これどうなるんやろうなと思って、10両払ったら佐々木選手が 4250g、500g ほど差をつけた。おお、500g やどうも、今日はね、風が強い中、役員の皆様、選手の皆様、本当にお疲れ様でした。まあ、きつかったです。それを50メートル、60メートル連投できるようなハイウェイさんを作ってきたんですよ。もう対戦相手が30メートル、40メートル投げても50メートル、60メートル投げたらでかいが釣れると思ったんで、それで来たんですけど、まあ、残念だから、僕が今まで全然やったことのないような手を、遠投しても、もう多分あれで50メートル遠投したら怖いよ、中を釣りって、なんか違う、違う魚を釣るようなことになるんだけど、あんま違う。はやぶさカップの1日目なんですけれども、ちょっとね、風が強くて、手振り本当行けなくて、湾内で試合することになったんですけれども、皆さんね、僕らスタッフもそうなんですけども、日振りの本島行けると思って、それ用のタックル組んで、餌もそれ用を皆さん用意されていて、で人がほとんどでね、まあ、湾内でやるっていうのを、ほんまに触れてる直前ぐらいちょっと怪しいかなという感じで、船出てみたら、もうこれ行けへんなっていう感じで、急遽湾内だったんですけども、あんまりみんな想像してなくて。で結構選手の皆さんもね戸惑いあったと思うんですけれども、でね、水温がねちょっと下がったみたいで、ヘブリの本島の方は18度ぐらいあるんですけれども、湾内がね15度とかね、そのぐらいまで極端に落ちてたみたいで、普段はもう僕もあーなってるんですけれども、それがねあんまり見えない、ちょっとこう魚の活性が悪いような感じの試合が多かったですね。リミット8枚揃わへんような0-0も、1箇所ありましたし、1対0とかもありましたしね。でアジが湧いてるところもあったし、っていうね、やっぱ自然相手なんでね、いろんなことありますよね。それがまた釣りのねトーナメントの楽しさでもあるんですけれども、中でやっぱりこうね、手のひら、まあ、湾内規定サイズなしだったんですけども、このグレを釣る難しさですね。で後ろで見てたらね、こうああしたらいいのにな、こうしたらいいのになとかね、すごくよう分かるんですけども、やっぱり選手試合されてるとね、なかなかそのね、それが気づくことなく、いや難しいと思いますよ。でね、釣られてた人見ると、まあ、魚の棚はそこそこ深いんですけれども、そんなめちゃめちゃ深く入れても
和編で3をね1本までぐらい2広半ぐらいで、まあ、ちょっと浮きをこうすぐ沈めるんじゃなくて浮かせ気味で馴染んだらちょっと入るような仕掛けで、小さい浮きで張り巣はねそんな音さんでもくぐると思うんですけど、まあ、1半ぐらいでやられてる人が多かったんではないかと思うんですけれども、うん、で差し絵もね普段はねむき身のこのこっつい小指ぐらいのとかねつけて肩狙うんですけれども、それをそのむき身の杭がちょっと悪かったですね。で生とかスーパーハンドの M の、まあ、ちょっと小さいやつとか、まあ、その辺がメインで釣れてたんではないかと思いますね。でまあ数揃えるにはその遠投するだけでなく手前からチラチラ出てる群れも拾っていいかな、まあリミットがなかなかメイクできないっていうところは多かったですね。で足元にねパラパラっと巻くとね見えるとこもあるんですよ群れが、うん、その見えてるんですけどね縦の動きあんましてないところが多いですね。その底の方で横の動きでチラチラと、うん、それで余計こう魚釣るのが難しいですねあれね。辺りがねなかなか小さいんですよ、うん、浮きがもぞっと入ってそこから消し込まない、うん、もぞっと入ったまま止まってしまうような辺りでね、それをもう掛け合わせていかな乗らへんっていう感じなんですけれども、その辺が当たり取るのが皆さん苦労されてたんではないかと思いますね。はい、いや見ているとねやりたくなりましたね。はい、1日目の試合なんですけれども、1隻が、赤と福島の赤とを使って、試合されて、でもう一組、まあ、僕らがスタッフした船なんですけれども、それが、百の浦と、ハマグリ灯台を使いました。うん、でね、ハマグリ灯台の先端はね、結構グレがいい動きしてて、食い気があって、でその中から、まあ、肩が拾えるっていう感じの釣りやったんですけども、活性が良かったですね。で、ハマグリの真ん中の辺、がちょっとこう食いが渋いって感じで、1匹とかね0とかね、そういう苦戦されてる人も多かったですね。でまた根元の方がねまたちょっとグレーの活性があって、まあ、ポロポロ釣れるっていう感じでしたね。で百の浦の方はね肩小さいですけども完全に揃ってましたね。で赤塔の方もハマグリよりちょっと肩が小さいですけどね、まあ、数は皆さん揃われてましたね。で、後半戦はまあ入れ替わってで百の浦の方がちょっと一般のお客さんでちょっと釣りされていること多かったんで、まあ、それが一文字の方ちょっと変更になって一組入ったんですけれども、そこはね風がちょっとまともですごい寒そうなんですけれども、まあグレーは出てましたね。